はい、皆さんおはようございます、ここは中山峠見えますかね。中山峠これ見えないかな、見えるかな。中山峠ね、中山峠の向かいにある駐車場なんですが、そこにね、スノーモービル牽引車の長時間放置は他の利用者のご迷惑になりますのでご遠慮くださいということでね、書かれてますね。まあここはあのちょうどこの裏山に上がれるところ道路があってね、ここに、スノーモービルを積んだ車がたくさん来るんです、ね。まあここはまだね雪がたくさんあってね、あれなんですけどね、ここにも、ね書いてあるんですこれ、ね、ここもはいね、スノーモービル牽引車長時間放置ご迷惑ということで、書かれてますね。これ2箇所目ですね。それとここはトイレなんですけどね、立派なトイレなんですけど、このトイレね、この入り口にもね、スノーモービル牽引車長時間放置ご迷惑ということで、ね、相当、ね、ご迷惑かけてるんでしょうかね。まあここはねトイレの駐車場だからね、まあ牽引車ね止めたくなる気持ちもわかるんですけど一応目的外利用ということでね、国が非常にご迷惑だということで、やっぱりスノーモービルね、団体で来ますからね、やっぱりどっか駐車場借りてね、やるとかしないとね。まあここはね公衆用トイレの駐車場なんでね、やっぱり長時間放置されるとまあ控えめにね皆さん止めるんですけど、やっぱり目的外しようということでね、やっぱりご遠慮願いたいということで国も随分ね3カ所も俺看板を上げて周知してるようですけどね、皆さんも協力してね、ここはトイレの駐車場なんでモービルのね車を置くための駐車場じゃないんで、そこだけね、ご理解願えるとありがたいですね。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。